こくまーガッパのフロントエンドウェブディベロッパーの河原部役まと申します。やっほやっほ。えー、今回はですね、前回パンキジの家という作品を読ませていただきましたが、そちらと同じ作者さんのキジさんが手がけた夜景というノベルゲームを読んでいきたいと思います。ちょうど戦時の一本道ノベルだそうですね。夜景に見取りながら歩いていくようなしっとりとした気分に浸ってもらえれば嬉しいですと書かれています。なので今日はね、皆さん一緒にガッパと共にしっとりとした気分に浸って いただきましょうということでございます。で、こちらの作品のね、テイストの都合上え、カッパはね、ここで消えていきますので、ゲーム画面とカッパの声だけでお楽しみいただければと思います。それでは読んでいきましょう。キジさんで夜景。俺は夜景に恋をしている。小さい頃は、オーケストラコンサートから車で帰る時間が好きだった。 車窓の奥は暗い世界だ。街灯とヘッドライトの放棄星が飛んでいく。走行音の中の寂しげな小宇宙。それは夜景の横顔だ。決してこちらを見ない。目を離すこともできなかった。じっと見つめると胸がうずいた。やがて大人になり、独居し、 働き、心も体も生倉になっていく。しかし、俺と夜景のプラトニックな関係は続いていた。遠くのマンションの整列した明かりを眺めながらいくらでも歩ける。高い線路を滑る電車に、色っぽいモノレールの軌跡に、儲けたため息をつく。海辺の大きな公園には、 展望台のあるタワーが立っている。週末にはそこまで歩き、愛しの夜景遺産に会いに行く。いつものエレベーターの天井員は、分速90メートルで登るのだと言った。もうさすがに覚えた。下を覗き込むと、一本道は広くまっすぐだ。信号や車や、イルミネーションの光が、瞬き続けている。 まるで子供の神様が光をまいて遊んだ後だ。ところせましと金色の粒が光る。海辺の一部は工業地帯で随分表情が違う。そこだけ赤い光一色に照らされたタンクやコンテナの群れ。煙突から揺れる蒸気を見ていると、ふつふつと胸の奥が興奮する。 海の向こうにはシャンパンの泡を思わせる細かなビルの光。その中に沈む小ぶりのアクセサリーのようなスカイツリーや観覧車。どこを向いても欲張りな景色であまりに美しくクラクラするみたいだ。その日は人が少なく制服の女子高生が一人だった。 大きなカメラを首からかけていた。写真部員だろうか。見るのは良くないと思い、彼女のいない方を向き、夜景との大勢に2時間ほど浸った。その子は展望室を回りながらも、かたくなにこちらに背を向け、2時間夜景を撮り続けていた。しかし、見ないでもわかった。似ていた。 視界の外からかすかなシャッター音がする。靴音がする。言葉を発さないところが似ている。静かに息をしているところが似ている。ずっとその目は見えないところが似ている。その子は俺の目の前で ふと立ち止まったまばゆい夜景遺産に抱かれた制服の背中がカメラを構えたその目は金輪際誰のものにもならないだろう雰囲気が似ている目の合わない今が一番一番似ている立ち上がるとその子はかすかに振り向きそうになった 俺は目を合わせないでエレベーターへ向かった。降りていく駆動音と安い色の照明が不思議な気分にさせる。目に焼きついたシャンパンのような光も見慣れた日常の角度へ変わっていく。まるで革靴のまま月に降り立つ心地だ。毎分90メートルの速度で 恋する夜景の中に落ちていく。